はい、じゃあね、合体の続きいきたいと思いますね。今電源入りましたんで、ここからですね、充電池の方を読み込んでいきたいと思います。まずはステゴッチでいきますよ。はい、はい、ステゴッチで、ステゴッチをステゴッチの口の中に入れておきますね。準備が大事。そしてそれからドリキャラいきましょう。ドリキャラ、はい、ドリケラの充電池を、はい、ね、準備 OK。 そして、最後にですね、ガブティラの充電池を入れていきます。ガブリッチュ、ガブティラ。さあ、ここからですね。では合体です。カモン、よっしゃー、オーライト、ネクスト。さあ、いきますよ。ということでですね、はい、ようやく合体が完了しました。で、聞いた通りですよ。これはね、デラックス恐竜人ノーマルバージョンでも全く同じでございます。だからここの時点ではですね、そんなにね、あの音としてその、まあ、同じだけど、基本的にはね、ボディの、あのモールドという型ですねは同じです。そして中に入ってる音も同じです。何が違うかというと、色が違うで、色が違うんですよ。で、しかも充電池はデーボスインバージョンプラスこれがつくわけですよね。というのは何かっていうと、スーパー戦隊シリーズの特別な充電池がつきます。なんと37スーパー戦隊の名前を読み上げると、このダークがね。で、ということで、じゃあここでですね、ちょっと、その読み上げやってみたいと思いますね。でね、ちょっと時間かかると思うんですよ。さすがにね、37戦隊ありますので、どこまで皆さんね、あの名前ね、覚えていただけるかどうかね、わかりませんけど、多分ね、記憶にあると思いますね。ではちょっとね、やってみたいと思います。で、そのためにはガブティラ君のですね、今加えてる充電池を抜きます。はい。いきますよ。よろしいですか？はい、ではスーパー戦隊37戦隊の名前すべて読んでいただきましょう。最初は赤レンジャー、秘密戦隊赤レンジャー、あ、違う、秘密戦隊赤レンジャーじゃない、秘密戦隊ゴレンジャーから、ね、充電戦隊恐竜ジャーまでいきますよ。 3, 2, 1, GO。ということで、はい、
いかがですか？なんかこう聞いてて、この番組一体何をやってるのかなって分かんなくなってきた人もいると思いますけど、懐かしいね、スーパー戦隊のですね、名前ね、楽しんでいただけたんじゃないかと思うんですけど、これはね、特別な充電池ですので、やっぱこのシリーズに、このね、このセットに付くっていうのがいいと思いますね。やっぱりそのね、恐竜ジャーのその、まあ言えば最後と言ったらおかしいですけど、映画がね、この公開の中でありますんで、ちょっとふさわしいかなと思いますね。いやー、どうですか。しかもね、最後のね、爆発の音がね、2回鳴ったと思うんですよ。ドカーンドカーンっていうのはね、これはちょっとね、今までにはないアプローチでしたですね。ささやかな音ですけどね。まあでもこうやってね、そのいろんな音、楽しい音が出てくるっていう、まあね、音売りっていうのがですね、この、まあ最近のですね、バンダイさんのですね、まあ玩具を販売していくその戦略っていうのはね、大事にこう、もう大事なね、組み込みになってるんですよ。だこの辺はもうね、まあお父さんお母さんにとってはですね、え、音が違うだけとかっていうのはちょっとそう思うかもしれないんですけどね。これはね、やっぱりちょっと、記録としてもですね、何のことやね、ぜひ置いといていただきたいなと思って、もうぜひね、子供たちと一緒に楽しんでいただきたいと思いますけどね。はい、そういうわけで今回のレビューはですね、この、充電戦隊恐竜ジャーのですね、デラックス、恐竜人ダークバージョンをご紹介いたしました。まだね、お近くのお店の方にですね、残ってる場合だったらですね、もう生産の方はもうすぐ打ち切りになりますから。数があまりありません。もううちのね、お店の方でも販売したんですけど、12個仕入れたんですかね。もう完売です。ぜひね、見つけたらもうぜひお一つお買いになってください。絶対後悔しませんので、はい。後々ね、この価値が上がってくると思いますよ。はい。そういう意味では大人向けのね、ダークバージョン、ぜひお楽しみください。というわけで CS トイズトークウェーブでございます。はい、あとは、あと4分半なんですよ。うん、で曲かけたらもうきっちり終わるので、はい、曲の中でエンディングしましょうか。わかりました。じゃあ曲でタラタラって流れ始めて、じゃあお届けしました、はい、エンディングをやってもらって、さよならって言ったら音を上げて終わります。はい、はい、この後ですね、音楽が入ってきますので、ごめんなさい、録音の方はこちらの方で終わりますが、番組の方は終了です。はい、また来週。